それなのに地球人たちは円盤が飛んでいるということすら信じようとしない。これからも宇宙連合は繰り返し繰り返し円盤を飛ばすでしょう。地球上の人々のほとんどが円盤の存在を信じるようになるまで。そうしたら円盤は着陸もするし、宇宙人も姿を見せるでしょう。そして宇宙連合の仲間として、平和を愛する生物の仲間として地球人を迎え入れる。それが地球計画よ。だとすれば円盤は地球の味方だということになる。確かにこれほど数多い円盤事件が20年以上にもわたって起こっているのに、人間に危害を加えたとかいう話は全く聞かない。そこからすればエリナ・松岡の話も嘘だとは言い切れない。まず最も巨大なのは円盤母船と呼ばれている葉巻型のもの。これは世界各地の目撃例でも同じ形をしており、船体の長さは100メートルのものから大きなものは3000メートルにも及ぶと言われ、見え方としてははっきり形を見せる場合と弓形に紙半分だけが見える場合などがあり、対空している目撃例が多い。さて次は中型のものだが、最も有名なのが土星型、いわゆる円盤の基本的なスタイルと言われるもので、大きさは直径40から60メートル程度と考えられている。母船を宇宙ステーションとすると、土星型はそこから飛び立つ中型ロケットのようなものだと言われ、ある UFO 研究グループではその中の大型のものを司令機、小型のものを中型機と分類している。